ちゃん、あっちゃんです。今日はどこにいてるでしょうかね。何をしてるんでしょうかね。はい、内緒です。はい、年末スペシャルです。はい、ということでね、今日の晩ご飯はオムライスです。誰が作ったでしょうか、誰が作ってくれたでしょうか。で、はい、いただきます。うまくカットしたのやばいな。はい、ではね、あずみちゃんのお家じゃないところでちょっと今日はね晩ご飯なんでね。はい、なんでこんな格好してるんでしょうね。まあ多分みんな知ってるよね。多分昨日ライブで見たもんね。はい、そういうことです。はい、彼女を連れてきてます。はい、これがないとあずみは寝れないんだよ。はい、ということでいただきます。いらんこと言うなら食べよう。いただきます。あ、うん、おいしい。これね、人に作ってもらったのっておいしいよね。うん、あ、あ、満たしてほしい、てほしいな。誰が言ってるでしょ、内緒でありんす。次はどこにいてるんでしょうかね。はい、言いながらね、合わないこと言いながらね遊ぶっていうのがあっちゃん大好きなんですね。今日の朝ごはん動画で言ったかな、どっかで言ったと思うけど、あっちゃんは全力で遊びます。2022年、その前に今年も全力で遊びます。何をしてるんでしょうね。うん、人の気配がしますか。どうでしょうかね。あんまり変なこと言うんだから、やばいしちゃって、彼女にバレたら怒られてしまう。これがね、みんな内緒よ。来てまで、ライブで見かけても内緒よ。うん、派遣された後ろが違う。何言ってんねん、こら。はい、どうも。これ、宇田緑。なんでこれ、一緒ですよね。昼ごはんとかでどこに出してたんでしょうね。やばいな、これ炎上するかな。分かんない、みんな内緒やで。でも年末のスペシャル番組やと思ってくださいね。あくまでもエンターテインメントスペシャル番組ですから。はい、まだね、公表しません。2021年ファイナル、厚みのね、エンターテインメント番組のレベルだね。女優ですから、何でも演じますからね。そのためにノートパソコン買ったようなもんやねんけどね。何のこっちゃろうね。はい。さあ、どういうことでしょうかね。なんか、一人で食べてると、一人でこんなことしてると、今誰かが映ったぞ。ちぎりゃね。はい、うまい、うまいだな。うまい、じゃばい。うん、こんなにね、まあ、好き勝手生きてますわ。はい、あ、いいの見つけた。ということでね、今日のあっちゃんのね、本番をね、こんな感じでいただいております。
全部使うよ。全部使うよ。全部使うよ。今なんか蹴っ飛ばしたよね。ガタンガタンガタンって。やってもらった。ほんまに使うとええのこれ。使うよ。やるの？あかん。ええやん。使うよ。え？買ってええの？いや、映ってはないけど。怖いよ。ガタンガタン。足で蹴ってもった。使ってええやん。使っちゃえ。ね、あの愉快な仲間たちと遊んでおります。うん、遊んでなくマジで言ってるから今言った。あ、声入れてもええ。さっきの声入れてえな。 OK っていうことなんで行きましょう。はい、まあね、何をしてるんでしょうかね。まあ、ちゃんとお仕事なんでね、決めるところは決めます。何をや、どうでもいいわ。でもどうでもいいね。人生楽しければそれでよしです。なんかあっちゃんに壊れてる最近。でもさ、絶対みんな変なこと考えるやろ。変なことは一切ありませんからね。ちょっとカメラのこととか悪いね。キラリと映っちゃったのよ。映っちゃった。あ、いらんこと言うとこ、こういうところでね、いらんこと言うたらね、怖い目に遭うからね。怖いことはないけど、見えちゃった場合ね。ここは変な感じせへんよ、今のところで。うん、何やらもう、こんな感じでね、バカをやっちゃう。こんなやっぱ見えへんだ、やばいやばい。自分の見えたらえらいことになるわね、本当にね。年末大サービスになってしまうのか。これって言うなよ。何の大丈夫。あっちゃん大好きやったね。亡きイカリア長介がコントをやっとる時だけじゃなく、終わってからもバカになれって言ってた。やろうって思ってさ、2022年もやるから、今回は予行練習。じゃあレンタルする人はぜひぜひ、こんなバカな企画もやってる。でもあんまりお泊まりあかんよ。あかんことはないけどね。彼女が嫉妬した感じでしょ。嫉妬せえへんね。行ってくるってどうぞって言われるから、ちょっとぐらいやきもちやけどね。まあ、そんなのでもいいんだけどさ、じゃあ時間が空いたらバッチリ行けるよ、泊まりも。ただ絶対変なことしたらあかんよ。うちもエッチなことしませんからね。はい、だからね、まあ、そんなこんなで楽しくいきましょうっていうことでね、ちゃんはこれからいろいろやっていきたいと思います。はい、まず中にご飯食べよう。まあ、ね、そんなこんなでやられております。なかなかそうね、まあね、あっちゃんも芝生やつってこの中に誰がいてるでしょうか、ね、いらんこと言うんだか。アホみたいにガイド見てんじゃん。言ってまた冷やかしの辺くんねやろ。あっちゃんは全力で楽しんでるだけでしたから、こんな動画多分ね、YouTube 始めて初めてかもわからん、こんな。いつもね、正常派で真面目な配信しかしてないのにさ、こんなバカになったら人生のはずと思うからね。めっちゃ笑われてるんですよ、横で。何年もこいつらになります。ね。ってことでね、あつみさんは、あつみさんはね、まあ、椎茸占い見て、2021年12月、いて座、愉快な変態仲間と共にっていうことなんでね、どうでもいいやつな。こんな動画いいのかな。
ごめんなさい、炎上しないでください。いや、うん、じゃあやってましたね。ということで、そろそろ止めてもよろしいでしょうかね。はい、ということで、今日のあっちゃんの晩ご飯、この辺で終わりにしたいと思います。ごちそうさまでした。復讐してやる。カメラ止めたら復讐したんで、ね。はい、ということでね、今日の辺で終わりにしたいと思います。またね、バイバイ。